VHL タンパク質、またはフォンヒップルリンド道使用抑制因子は、人では VHL 遺伝子に高度されるタンパク質である。VHL 遺伝子の変異はフォンヒップル臨道病と関係している。疾患名などと区別するため、PEVHL と書かれることもある。フォンヒップル臨道病は、有性遺伝する遺伝性眼症候群の一つであり、目、脳、脊髄、 腎臓、水臓、副腎の様々な悪性、良性腫瘍の素因となる。生殖細胞における VHL 遺伝子の変異が VHL 病の家族性遺伝の基礎となる。VHL 病の人物は VHL タンパク質の正常な機能が失われる、もしくは変化する変異を一つ受け継いでいる。時とともに VHL タンパク質の二つ目のコピーに ご発生変異が生じると、元首、特に肝臓や腎臓に影響を与える、血管が腫や腎臓明細法案が,が引き起こされる。VHL は、エロングギン B、エロングギン C、カリン -2 を含む、タンパク質複合体の構成要素であり、E3 ユビキチンリガーゼ活性を有している。この複合体は、低酸素誘導因子のユビキチン化と分解に関与している。皮膚は、 酸素による遺伝子発現の調節に中心的な役割を果たす転写因子である。RNA ポリメラーゼ2のサブユニットパルア2 g r p b 7もこのタンパク質の標的であることが報告されている。選択的スプライシングによって生じるバリアントが VHF の異なるアイソフォームをコードすることが観察されている。その結果生じる タンパク質は 18K だと 30K だの2つの形で産生され、癌抑制因子として機能する。VHL による皮膚 1α の調節。通常の酸素レベルでは皮膚 1α はにドロキシル化されたプロリン残基を介して PEVHL に結合する。これによってプロテアソームを介した分解が引き起こされる。低酸素状態ではプロリンは ヒドロキシル化されておらず、p v h l は結合することができない。一アルフ α は低酸素応答エレメントを含む遺伝子の転写を引き起こす。VHL 病では遺伝子変異によって多くの場合 p v h l の一アルフ α 結合部位に変化が引き起こされている。VHL による指基鎮化の標的の中で 最もよく研究されているのは血管申請に関連する多数の因子の発現を誘導する転写因子皮膚 1A である。ほとんどの癌は高い代謝活性を必要とする一方、構造的、機能的に不十分な血管系からしか供給が行われないため、腫瘍の成長には皮膚が必要とされる。皮膚の活性化は血管申請を促進し、 グルコースの取り込みを増大させる。ほとんどの場合皮膚は低酸素条件下で活性化されるが VHL を欠損した腎臓癌細胞では酸素存在下でも皮膚が工場的に活性化されている。VHL と皮膚が密接に相互作用していることは明らかである。まず調査された腎細胞癌における VHL の変異はすべて皮膚就職活性に 影響を与えるものである。さらに、皮膚の活性化は、VHL 病患者の腫瘍形成の最初期に、検出される。低酸素条件下の正常細胞では、皮膚マイナス 1α が活性化されるが、皮膚マイナス 2α はほとんど活性化されない。しかし腫瘍では、皮膚マイナス 1α と、皮膚マイナス 2α のバランスは、皮膚マイナス 2α へ傾いている。 皮膚マイナス 1α はアポトーシス促進因子として機能するが皮膚マイナス 2α はサイクリン D1 と相互作用するそのためアポトーシスが低下して生存率が増大するとともにサイクリン D1 の活性化によって細胞増殖が増加する近年の腎臓癌での皮膚結合のゲノムワイド解析では皮膚マイナス 1α は主に予もの良い遺伝子の 上流に結合する一方、皮膚マイナス 2α は主に予後の悪い遺伝子の上流に結合することが示された。このことは、腎臓癌における皮膚転写因子の分布が患者の予後を決定する大きな重要性を有していることを示している。活性を持つ VHL を有する正常細胞では、皮膚の α サブユニットは酸素存在下でのヒドロキシル化によって調節されている。 鉄2、オキソグルタル酸、そして酸素が存在するときには、皮膚は、皮膚ヒドロキシラーゼによって、不活性化される。皮膚のヒドロキシル化は、VHL の結合部位を作り出す。VHL は、皮膚マイナス1ーを、ポリユビキチンカイ差し向け、プロテアソームによって、確実に分解されるようにする。低酸素条件下では、 皮膚マイナス1アルファサブユニットは蓄積し皮膚マイナス 1β へ結合する。この皮膚のヘテロ2両体は血管内皮細胞増殖因子やエリスロポエチンといったタンパク質を高度する遺伝子を活性化する転写因子として機能する。これらのタンパク質はいずれも血管申請に関与している。異常な VHL を持つ細胞は二両体の形成を防ぐことができず。 そのため酸素存在下でも低酸素条件下のように振る舞う。また皮膚は細胞成長の中心的な制御因子であるエントアとも関連付けられている。皮膚の活性化がエントアを不活性化することが近年示されている。皮膚は VHL 病の器関特異的な性質の説明の助けとなる可能性がある。どの細胞においても皮膚の向上的活性化は何を引き起こすものの、 VHL 病の影響を受けない器官には、冗調的な皮膚調節因子が存在するという仮説が立てられてきた。しかしこの仮説は、VHL が、機能喪失したすべての細胞種において、皮膚の向上的活性化とその下流の影響が見られるという理由で何度も反証されてきた。他の説では、VHL の喪失は、すべての細胞で皮膚の活性化を引き起こすものの、そのことは、 大部分の細胞においては増殖や生存に優位性をもたらさないとされる。VHL タンパク質の変異の性質は発症するがんのパターンの特徴的な表現型として現れる。VHL タンパク質のナンセンス変異や血質変異は褐色細胞種のリスクの低い位置型 VHL 病と関連付けられ、ミスセンス変異は 褐色細胞種のリスクの高い2型 VHL 病と関連付けられる。2型は人細胞がんのリスクに基づいてさらに分類される。1型、2アンペア型、2バイト型の VHL 変異体は皮膚を調節能を失っているのに対し、2C 型の変異体ではプロテインキナーゼ C の調節能が失われている。このような遺伝型表現型の相関は VHL のミスセンス変異体が機能獲得型のタンパク質である可能性を示唆している。人細胞癌における VHL の関与は人細胞の持つ複数の特徴によって合理的に説明される。まず、人細胞は他の細胞よりも皮膚の下流の成長因子に対し感受性が高い。次に、上述したサイクリン D1 との関係は人細胞のみで見られる。 最後に、腎臓の多くの細胞は通常は低酸素条件下で機能している。これらのことは、腎細胞が他の細胞よりも VHL の喪失による発言性の影響に対し、感受性が高い可能性を示している。VHL は皮膚との相互作用に加えてチューブリンとも結合する。VHL との結合によってチューブリンは安定化され、微小管は伸長する。 この機能は、有意と分裂中の防水体の安定化に重要な役割を果たしている。VHL の化出は、誤った方向を向いたり回転したりした、防水体の劇的な増加を引き起こす。その機構は不明であるが、VHL は、防水体チェックポイントの重要タンパク質である、マト2の濃度を増加させる。このように、VHL の喪失は、チェックポイントの機能を弱め、 その後の誤った分離や染色体の数的異常をもたらす。VHL タンパク質の活性の喪失は皮膚マイナス 1α の増大をもたらし、VEGF や PDGF を含む血管新生因子のレベルを上昇させる。これによって主要の必要条件の一つである調節を受けない血管の成長が引き起こされる。加えて VHL は 人細胞の分化状態の表現型の維持にも関与することが示唆されている。さらに VHL を結出した培養細胞を用いた実験では VHL の転換によって関陽系細胞から上皮細胞への転換が誘導される。このことは細胞の分化した表現型の維持に VHL が中心的な役割を果たすことを示唆している。また VHL は 細胞外マトリックスの維持にも重要である。このタンパク質は、マトリックスメタロプロテーナーゼの阻害にも重要である、可能性がある。これらのことは、VHL 欠損細胞の転移に極めて重要である。典型的な VHL 病においては、正常な心肺機能の維持には、VHL の野生型アレルが一つ存在することで十分なようである。 VHL と関連したがんの治療標的として、示唆されるものの中には、VEGF のような皮膚経路の標的が含まれる。VEGF 受容体の阻害剤であるソラフェニブ、スニチニブ、パゾパニブ、そして近年では、アキシチニブが FDA によって承認されている。エントは阻害剤ラッパマイシンのアナログであるエベロリムス、テムシロリムス、 VEGF のモノクローナル抗体であるベバシズマブも選択肢となる。皮膚の不活性化には、鉄2、オキソグルタル酸、酸素が必要であるため、これらの保因子の欠乏は、皮膚を不活性化するヒドロキシラーゼの活性を低下させると考えられている。近年の研究では、酸素存在下においても皮膚が高度に活性化している、細胞において、 アスコルビン酸の添加によって活性が抑えられることが示されている。そのため、ビタミン C も皮膚誘導性主要の治療となる可能性がある。VHL タンパク質は次に上げる因子と相互作用することが示されている。ありがとうございます。